政治でも経済でも攻める中国、台湾を諦めていない。2023年11月24日付、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、中国は台湾を諦めていないとの社説を掲載し、中国は情報操作や軍事的威嚇を着々と進め、台湾総統選挙への介入を諦めていない。米国は紛争発生抑止を最優先し、 対,対武器供与等を通じて習近平が台湾奪還はコストに見合わないと判断するようにすべきだと論じているバイデン大統領の習近平主席との最近の会談は米中ともに関係を前進させるものとの説明だしかし習近平は台湾再統一の野望を捨てていないカリフォルニアで習近平はバイデンに対し台湾への武器供与をやめ 中国が嫌う与党民進党に有利な形での選挙介入をやめるよう警告した。バイデンは習近平に対して台湾選挙へのいかなる介入も予想していないと応じたと言われている。中国はプロパガンダや軍事的威嚇により台湾人を親中的な国民党に向けようとしている。中国はメディアから財界まで台湾社会に浸透している。 中国がよくやることの一つは、米国に対する疑念を広げることだ。中国とメディアは、米国は台湾を見捨てる党という情報を流した。中国共産党は軍事的威嚇も強めている。中国空軍機はほとんど毎日台湾の防空圏に侵入している。中国は台湾周辺の海域、 空域、情報域をコントロールするための共同軍事訓練等を実施している。1月13日の台湾総統選挙のほか、来年は米国も大統領選挙があり、習近平は米国が内部分裂中に攻撃の機会があると考えるかもしれない。習は軍に対して27年までに台湾統一のため戦えるように準備せよと命じた。習近平は 台湾の島しょ部を占領する形で危機を作り出す可能性がある。台湾は本年、馬祖島とのインターネットケーブル2つを意図的に切断したとして、中国船舶を非難した。どのような形であっても、戦争を戦うよりは戦争を避ける方が重要だ。より早く台湾に武器を供与し、米国の太平洋防衛力を強化することによって、米国の国家意志を示し、 習近平が台湾奪還はそのコストに見合わないと信じるように持っていくべきであるこの社説の基本的方向性には同意するが細かな点を指摘しておきたい第一に中国の台湾に対する圧力は経済面にも及んでいる本年4月12日中国商務部は台湾に対し 貿易障壁調査の開始を発表した。調査対象は台湾のすべての台中輸入禁止品目、現在2509品目に及ぶ。調査期限は当初は23年10月12日までだったが、なぜか特殊な状況下では24年1月12日、すなわち台湾総統選挙の前日まで延長可能とされ、そのようになった。 従来の中国による対対経済圧力は、権益、健康保護等を理由に、少数の製品、企業を狙い撃ちにしたものだった。害虫発見によるパイナップルやマンゴー、寄生地を超える禁止薬物の検出による高級魚、肌の輸入禁止などだ。しかし今回は若干様子が異なる。世界貿易機関 WTO 等の国際ルール等を理由に、 台湾側の輸入禁止品目すべてを対象に実害の損費を調査するという包括的なもので調査結果に伴う何らかの対応の必要性を自らに課す内容だ今や中国経済の将来の不透明性が高まっていることと合わせて考えると中台関係の今後に経済分野を超えた大きな影響をもたらす動きかもしれない実際経済の実態から見ても 台湾からの輸出に占める台中輸出の割合は、最盛期の60%弱から今や45%程度に落ち、台湾の対外直接投資のうち中国向けは過去10年間で約3分の1となり、今や台湾の台米投資の約3分の1に沈む。総当選の情勢も変化。 第2に来年の台湾総統選挙と11月15日の米中首脳会談のやりとりについて述べる。この社説が言うように、会談において習近平はバイデンに台湾への武器供与をやめ、与党民進党に有利な形での選挙介入をやめるように警告した。一方バイデンは習近平が車に乗り込む別れ際に習に対して台湾選挙への いかなる介入も予想していないと応じたようだ。このバイデンの発言は台湾ではこの社説が示唆するより大きな影響があったようだ。すなわち時を同じくして台湾では11月24日の立候補締め切りを前にバー A 級の後ろ盾で世論調査で2位、3位の国民党公有儀候補と台湾民衆党河文哲候補との間で一本化をめぐる協議が進められており 一旦はまとまったかに見えたが結局破綻し、両者それぞれが立候補を届けてた。これは本年3月以来世論調査でトップを維持している民進党雷清徳候補にとっては朗報だが、仮に彼が当選すれば民進党政府が3期12年間続くことになり、中国にとっては難しい舵取りを迫られる。ただその後、地味だった国民党孔遊戯候補のメディアル出が高まり、 国民党に近く立候補を見送った無所属の各大名候補の支持者が流れたこともあり、孔雄議候補の支持率が上がり、11月21日から23日のレー党電子法の世論調査では、民進党来政徳氏31.4%、国民党孔雄議氏31.1%と、その差は0.3%まで近づいた。 ままだまだ誰が当選すするるかを予測するのは早い中国の何らかの関与も続くだろう間近で見た習近平体制日中の思考の違いは前例なき3期目の習近平体制覇権拡大に台湾問題と世界で存在感とともに懸念も高まる中国 その中国を見続けた全中中国日本大使、垂水秀吉氏が生出演です。垂水氏は約3年間の赴任を終え、19日に退任しました。物言う大使の垂水氏。40年近い外交人生のほとんどを中国に費やし、広い人脈と情報収集能力から中国が最も警戒する人物と言われました。 その鋭い中国感は日中関係の概念をも変えました。2006年、冷え込んだ両国関係の打開のため、安倍政権が打ち出した戦略的互恵関係。この言葉の生みの親こそタルミ氏でした。大使在任中、日中関係は福島原発の処理水問題などでさらに悪化。改善が進まない中、垂水は10月、 中国の要人たちへこの言葉を投げかけました。垂水秀夫、中中国大使、確保10月。戦略的思考を持って日中関係を捉え直す。この言葉を聞いて真っ先に駆けつけたのは外交トップの王毅外相でした。垂水秀夫、中中国大使、確保当時。王毅外相が、ぜひ戦略的互恵関係を再構築しようと。 間近で見た習近平体制とは世界で存在感を増し続ける中国。日本はどう向き合うべきなのでしょうか垂水秀夫氏に聞きます。9。異例の3期目という長期政権になっていますが、習近平氏はどのような人物なのでしょうか垂水氏。私が最初に習近平主席と出会ったのは2009年の12月。 当時、副主席で訪日されました。私は中国課長だったので、受け入れの責任者でした。第一印象は、極めて謙虚な方だという印象がありました。総理官邸で行われたレセプションで挨拶をしにテーブルを回りましたが、私が案内してずっと回ったのですが、一人一人にとても丁寧で、若干時間をオーバーしてるぐらいだったんですが、 非常に丁寧にお話しされている姿を今でもよく覚えております。その後、2015年に当時総務会長だった二階先生に同行して、私は安倍総理の心象を持って習主席ともう一度会うことがあったのですが、その時はもうすでに遠い存在というか近寄りがたい。警備が非常に厳しくなり、そういう存在になっていました。大使になった後はそれがより明確になったという印象です。 9。近寄りがたくなってしまった習主席が率いる中国は、それ以前の中国と何か決定的に違いますか垂水氏。政治システムは中国は何も変わっていないように見えますが、実は大きな変化というか常に変わっています。昔は一党支配体制でしたが、今は習主席による一人支配体制と言えるかと思います。 警備も非常に厳しい状況になっていると思います。9. 習主席は何を大事にしていますかタルミ氏。中国を見る上で少し見間違っている部分があります。まだ、東小平中国ということを前提に中国を見ていることが多い。経済発展あるいは経済成長が最も大事である。 こういう中国を前提として中国を見ようとしている。ところが、習主席は経済成長も非常に大事なのですが、より高い、より優位なプライオリティ、国家目標がある意味で変わった。それは国家の安全と言えるかと思います。ただ、中国の国家の安全は中国語で言えば相対的安全感と言われています。単なるナショナルディフェンス、いわゆる国防だけではなく、 エネルギー、食料経済産業とか生態環境まで含まれるような多岐にわたるようなものが中国の言う国家の安全これが今やすべてを凌駕するというふうに大きく変わりました。